あ、もう無理だなって思ったらやる必要ないと思ってるから、勝てないって思った時点でもうやる必要ないと思う。で、で学んだのよ、そこで。やりたくないことのための、やりたくないことはやる必要ない。ただやりたいことのためのやりたくないことをやらないと、ただのわがままになっちゃうんですね。プロになれなかった、ね、っていう話があったんだけど、まあコーチは今逆になれなくてよかったなって思ってて、プロに。ね、コーチ、まあ、3つドリブルは練習したんで、で、なんか、やりたいことのためのやりたくないことってあるじゃん。例えば、サッカー選手になりたい。でも、好きな練習ばっかやってたら、これダメなんだよ。サッカー選手になりたい。じゃあ、そのなりたいもののために、やりたくないことをやらなくちゃいけないんですよ。でも、シューコーチは、実際、まあ、高校生とか中学校とかに、サッカー選手になりたいと。でも、俺は好きなことしかやらないと。で、好きな練習しかしてもらうと。好きなだけ遊んで、ね、練習もサボったりもあった。あと、俺、ボール取られねえよ。ドリブルうまかった。で、ゴールも決めちゃうから、試合出れてたんですよ、それで。でも、19歳の時に、やっぱ、そういう、今、本当、ヴェルディの GAS の試合したんだけど、やっぱ、中島翔也とかね、コーチに越したんだけど、試合した時に、あ、もう無理だなと思ったの。どんだけ努力してるか。で、諦めたの。コーチは、もう、あ、もう無理だなと思ったら、やる必要ないと思ってる。勝てないって思った時点で、もう、やる必要ないと思って。で、学んだのよ、そこで。やりたくないことのための、やりたくないことは、やる必要ない。ただ、やりたいことのための、やりたくないことをやらないと、ただのわがままになっちゃう。これは。ちょっと、ここはね、コーチそこで学んだのさ。プロになれなかったから。自分で。で、自分で、コーチその前、ドリブル塾始める前に、4年前ね、23歳の時に、サッカースクールの会社員、会社働いてたの。普通にね。でも自分で会社作りたい。サッカースクールの会社作りたいと思って。自分で始めたんだよ。で、コーチは夢を持って、ね、まず丸一、俺の夢だっつって、全国47ロッキーの RWS っていうのを作るぞ、ね、ちょっと笑われるぞ、こっちお前この金髪で小僧みたいな笑われたんだ。でも今4年経って、今全国12カ所ぐらいに広がってる。12カ所だんだん笑う人が少なくなってるんだよね。で、まあもう、スクール生も最初100人目標だったんだけど、今俺全国で600人ね。で、どんどん夢を笑う人が少なくなってる。コーチが叶えられると思ってる。じゃあなんで今ここまでコーチがたった4年でうまくいってるか分かる。失敗したからサッカー選手になれなかった。やりたいことのためのやりたくないことはやらなくちゃいけないって学んだから。そうやなかった。みんなも一緒なんだ。決めない勝負、決めない。どんなサッカー選手ここまで持ったわけ。ただサッカー選手なんだ。どんなサッカー選手になるか。どんなサッカー選手うなるみたいな、なりたい。じゃあそのために、やりたくないことをやらなくちゃ、ね、それサッカーだけじゃないよ。自分の靴自分で磨いてるね。みんなプロじゃないよ。今日コーチ言ってやる、練習道具。コーチは相馬コーチ並び落としたから、コーチ並べなくていいですよ。自分で並びに行かない。こういうこと。それもやりたくないじゃん。めんどくせえよ。コーチも一緒だよ。中学校の時、ね、ゴールみんな試合どうせよって。コーチもそんなやったことない。あ、お前らあれや、はい、って言ったコーチね。朝ね、コーチは9時から練習、はい、ごめん、1年生は7時に来て、高校1年生に来て LINE 引きやなくちゃいけない。コーチ知ってる？高校3年生の A チームとして8時半に来てたからコーチ、ね、でもみんなコーチ怒ってこない。でもコーチ後悔してる。あそこが怒られてるから。コーチ気づいてた、ね、今大人になってから失敗語れる人間で少ないから。みんなのために失敗だった。お父さんお母さんどう思うか分からない。でもみんなのためになるんですよ。目の前に失敗する人間真似する必要ないじゃん。悪いところはいいところを盗んで夢叶える方法は。で、悪いところは真似する必要ないから。マジでやりたくないことやったら今日、11月29日カレンダーに森影周辺、こっち森影周辺バイモリクルシゲやりたいことのためにやる。彼らのお客さん、お客さん、はい、以上です。最後挨拶して。
はい、じゃあ最後、挨拶やりたい人。おお、めっちゃ嬉しい、これ。じゃあ、じゃんけんして3人で。最初はグー、じゃんけんぽい。誰勝った？ヒデ、いいね、じゃあヒデ、コーチの挨拶して、その後お父さん、お母さんの挨拶して、お願いします。はい、ヒデ。オッケー、ありがとうございました。ありがとうございました。